こんにちは、暁です。論壇界の大物池田信夫氏が登場して、伊是名奈津子さんのね、事件を厳しく批判。他人の善意を食い物にして生きていくプロだね。だって、うわ、すごい。マスコミを利用して社会に寄生するモンスター弱者と命名されてるんですね。やっぱり池田信夫さん、アゴラのね、主催者の方やけどね、巧みな言い回しはね、思ってるんですが、ところでね、私、なぜか池田信夫さんにブロックされてるんです。私、一回も池田信夫さんにコメントしたことないのに、多分巻き添えでね、ブロック、もう十何年前のことやけどね、多分コメントしてる人にコメントしたか、リツイートしたか分からんけど、巻き添えでブロックされて。それか、ツイッターのバグ？わかんないけど、でも後でね、未だブロックされてるか確かめようと思う。読みたいからね。ほんま。もう、ドストレートでね、批判してはるからね。伊是名は池田信夫さんのね、ツイートからね、伊是名は社民党の常任幹事、ナンバー4の活動家だ。ナンバー4なんやね。かなり上やね。思いつきで来宮駅に行ったわけでなく、周到な政治的計算があったわけだ。他人の善意を食い物にして生きていくプロだね。前編も参考になる、ってね、書いてはんねんけどね。まあ、大阪でね、社民党の候補者だったらね、まあ絶対アンチに回ろう思ってんだけどね、私の地域にはおれへんのかな。で、いきなりの分子ね、大人が子ども料金で入場するのはどういう経緯があろうと立派な犯罪。本人がそれを写真付きで自慢し、追及されるとブログを削除した。犯罪を擁護するのは共犯者だってね、ズバッと言うてはんねんね。それをどれに引用したかというと、向こうのね、擁護者ね、大人の障害者がテーマパークに子ども料金で入ってしまったとして、実際に窓口でどういうやり取りがあってどう判断されたのか分かりませんからね。窓口のミスに該当することだったのかもしれないし、第三者としては白黒つけようがないので判断は留保とかね、三輪よし子とかいう擁護者がね、書いてるわけだけど、これは私だって突っ込めるわ。そもそも自分のブログにね、子供料金のチケット見せて自慢してて、ほんで、なんかお仲間にね、なんか突っ込まれてんのよ。夏子はお姉系だと思ってたけど、子供料金ってなんたらかんたらね、まあ軽い嫌味言われてるわけよね、仲のうちにね。で、何のことをさっぱりとかとぼけてるわけ。もう見え見えやんか、確信犯、もう確定やんかね。それを消してるっていうこと自体ね、消してるっていうことは、まあ自覚があるから犯罪確定でその証拠を消したっていうことやからね。これはほんで、嫌がらせじゃないのよね。批判なのよね。政治活動家なのよね。伊是名奈津子さんってね。それに対する批判なわけよ。やり口とかね、持っていき方とか。で、まあ一般の人も批判してるの。私なんかはその純粋にね、人としてどうなんかというところでね、誰も障害者やからとか、まあ社会的弱者やから、攻撃されてるわけじゃないのにね、そこのところをなんかこうすり替えて障害者に持っていったりね。で、それと今回の事件が何や、生活保護叩きと似てるとか、まだ関係のないとこまで巻き込もうとしてるでしょ。そういう態度が腹立つのよね。だからきっちり違うっていうのはやっぱり障害者の立場としてね、ことあるごとに言うていかなあかんと思う。あえてプロのね、
バリアフリーを強要する、アタリアが交通弱者を増やすとか、いろんな見解ね、記事あんで、後でも、まあ、今ちょっと忙しいからね、全部読んでられへんかった。そうよね、プロやね、ほんまアタリアや、もう本当にやからやね。以上です。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタン、ここ読んだらこんな記事あるような、リンク紹介とか、コメントなんでね、ご自分の、思いとかね、書き込んでいただけたら、ありがたいです。では。